1950年に発足し、リーグ優勝9回、日本一6回を記録しているヤクルトスワローズ。発足して間もなく国鉄スワローズ時代に、日本球界不滅の400勝を記録した金やんこと金田正一を輩出。2回の首位打者を獲得した若松勉など名選手を送り出しているスワローズ。しかし発足後は経営難もあり、成績は常に低迷。戦後から1970年代までジャイアンツ全盛の時代であり、セリーグの中でも決して強豪球団とは言えませんでした。そんなスワローズがリーグ初優勝を決めたのは昭和53年の1978年。当時打線の中心にいたのが若松勉、大杉勝雄、そしてチャーリー・マニエルです。並外れたパワーと興奮して顔が真っ赤になることから赤鬼の異名を持つチャーリー・マニエル。78年に39ホーマーを放ち、チームのリーグ初優勝に貢献。しかし翌年に機動力と守備力を重視する廣岡達郎監督の方針に合わず、交換トレードで近鉄に移籍。その年にリーグ最多の37ホーマーを放ち、近鉄のリーグ初優勝に貢献。翌1980年も48ホーマー129打点で打撃2冠の活躍。リーグ連覇の立役者となり、その活躍から優勝請負人と呼ばれました。趣味のパチンコを自宅で打つためにパチンコ店から台を購入してくるほどの熱心な性格だったマニエル。野球でも対戦した投手の傾向をノートに取るなど、研究熱心な性格が日本野球に合っていたんでしょうね。今回は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。